やめろと、やめろと、はい、生のチキパミックスが嫌いでしょ、言うてほしいです。アイドルがそのこと言えないハルキャーン。山田、山田、山田、山田どこ、山田どこ。ハイピーポー、ハイピーポー、ハイピーポー、ハイピーポー。いない小林麻衣でした。
さん可愛いよ。さあ夢をか。伊さん可愛い。伊さん見せよ。僕知らない。君の色のルールの王様、灼熱感覚まして三曲お聴きいただきありがとうございます。ありがとうございます。真剣ちょっと大分のこと分からんけどね、結構メンバーでも大分の
ってたりするよ。あ、この間アキハがね、なんか試着ととか言って、あ、大分の人になってるんだと思って。そうだね。試着は増えていってるからね。そう、見通しみんなが大分弁になっちゃった。試着してしまって。そんなね、ニーモさんが今日は来てくださってます。皆さん、一緒に呼んでみましょう。せーの、ニーモ。Thank you.
椎茸、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 椎茸
佐々木の実は初めてで、でもなんかここ以外で何も見たことあるよって知ってますか？
たくさん盛り上げていくんでよろしくお願いします。Yeah.
まだ知らないかもしれないんですけど、この子最年少なんですよ。まあ、最年長になりたくないけど最年長なんですよ。で、21なんですね、大学3年生で。俺はすげえ、みんな大学3年生なわけないだろ。で、私大学3年生で、中学1年生ということで、やっぱジェネレーションギャップ的なものがあるのかなと思って、なんか本当に宿題とかしてるんだよね。数学だったの。はい。でもその宿題のことをなんか、間違えた、数学の宿題持ってくるの忘れたっていう、算数って響く。あやかいつの昔の話？6年くらい前の話。6年。私9年くらい前のは。およそ10年前。結構。みんなまでって言ったら私も。
大人になりたいんですか？俺今中1じゃん。12歳でしょ。もうそのまんまでいいよ。20歳ぐらいどんな人になりたい？大人にならないで、優しい人になりたいです。私みたいな。はい。本当に？はい。こらー、おかしいでしょ。私優しい？はい。何もう一回聞くの？何もう一回聞くの？私のこと好き？私のこと嫌い？私のこと好き？はい。私のこと嫌い？私のこと嫌い？好き？はい。書いてあるんですよ、今日のここの MC は誰と誰と誰みたいな。で、自分たちでお題を決めて出てくるんですけど、今回私たち知らない間になん なんか名前が書いてあるのにかっこゆきおびえるみたいな勝手にね、お題が決められてたから、ね、久米望月がおびえさせるみたいな、おびえさせるみたいなのが来てるから、そんなことないよね、はい、これからも仲良くやっていこうね。はい、仲良し、ね、ね、はい。この曲は明太ロックです。皆さん聴いてください。
何でしたっけ。あのですね、好きな季節、うん、好きな季節は何かと何かと思いまして、はい、自分は夏じゃなくて冬の方が好きなんですよ。え、なんで、なんか暑いじゃないですか、夏か。なんかさ、夏っぽいですよね。頑張りましょう。何を頑張るのか分からないけどね。
きください。Thank you.
いいじゃん、今日は。あー、みなえちゃん、かわいかね。そんな、振り込み作らないでください。寂しいじゃないですか。その前に、で、それじゃないと。あー、ピーポー。はい、ね、本日はニーモさんとゲスト出演していただいたということで、はい、今日のステージ、どうでしたか？楽しかった。かわいかった。初めて、このエンジャール劇場さんにお邪魔したんですけど、皆さん、とにかく本当に楽しかったです。ありがとうございました。マッチョルケン、マッチョルケン、マッチョルケン、はい、はい、それではニモさんから今後の告知などあればぜひ。はい、はい、ですね、8月17日に天神ビブレさんで流星群さんのイベントに出演させていただきます。はい、そして次の日18日はドラアールシティで浴衣福岡の方ぜひ遊びに来てください。待ってます。絶対行くよ。絶対来いよ。怖い。はい、詳しくはニーモの公式ホームページに載っているのでぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。絶対見るよ。絶対見ろよ。はい、そしてまた夏休み最後まで難しいけど、はい、本日は本当に、新山さんのファンの方、そして HR のファンの方、もう本当に何この融合したね、このパワーが本当にステージにひしひしと伝わってきました。本当にありがとうございました。